6日、日本時間7日、MLB ドジャース、ガーディアンズ、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手は1番、指名打者で先発出場、6回の第3打席で、27打席ぶりとなる45号ソロホームランを放った46盗塁をマークしており、すでに MLB 最高となっていた自身の記録を45本塁打、46盗塁に伸ばした、打点は自己最多対100打点をマークした。 大谷は8月27日から9月4日までの9連戦で3本塁打、ただ、3・4両日のエンゼルス2連戦、アナハイムではノーアーチで、8月31日のダイヤモンドバックス戦、フェニックスの第1打席から本塁打がなかった、1日の休養を挟んで臨んだ試合でアーチをかけ、2021年に放ったシーズン自己最多46本塁打まで、あと1とした。 大谷は試合前まで137試合出場、打率2割9分、545打数158安打でリーグ6位。本塁打はリーグトップを独走し、打点はアダムズ、ブルワーズ、21打点差のリーグ2位につけていた。ドジャース、ガーディアンズ、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手は、1番指名打者で先発出場。6回の第3打席で、 27打席ぶりとなる45号ソロホームランを放った46盗塁をマークしておりすでに MLB 最高となっていた自身の記録を45本塁打46盗塁に伸ばした打点は自己最多対百100打点をマークした大谷は8月27日から9月4日までの9連戦で3本塁打ただ3・4両日のエンゼルス2連戦アナハイム ではノーアーチで8月31日のダイヤモンドバックス戦フェニックスの第一打席から本塁打がなかった1日の休養を挟んで臨んだ試合でアーチをかけ2021年に放ったシーズン自己最多4 0